さあ相手20枚バランスデッキ、なんでしょうこのデッキは。さあ一体僕のデッキはこういうデッキです私のデッキは本当このクソみたいなデッキですね。あ、観戦 ID 貼ってありますんで、よかったらあの概要欄からチェックしてください。さあお相手はハルくんですね。これどうしようかな、これセットして、でこれ普通にワンキルされる可能性あるんですけど、これシンプルにターンエンドで春さん何デッキなんでしょうかね。ゴーストリックマン、やばいやばいデッキ来た、ガチでやばいデッキ来た、幻想召喚師何すんだ、裏返る、なるほど、強すぎなんだけど、強すぎるんご、強すぎるんご、やばやってること、クソやべえんだけど、あいつ全然殴ってこんぞ、行くかじゃあ、こっちとらこっちとらな、待ってるわけいかねえんだよな、もうハンド全部なくなるしな、セカンドチャンス発動、さあ行くぜ、必殺時の魔術師を召喚時の魔術師の効果発動、タイムルーレット、コインは表を宣言、タイムマジックだ、コイン出す、もう一回ちょっとマジで頼む、ダメあ、あいつ効果受けないの、強すぎる、助けてくれ、モンスターの効果では破壊されないだと、バカなこいつどうやって突破すんだよ、こいつどうやって突破すんだよ、こいつどうやって突破すんだよ、俺ふざけんなよどうやって突破すればいいんだよこのモンスター、ふざけんなよ、ガンメタカードじゃねえかこれ、おお、アドバンスセットだ、バトルフェーズ入っていく、バトルフェーズ、3500を2で割ると X だ、1750、あこれいけんな、ここで俺はダメージステップ銀幕のミラーウォール発動、よし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 、いいぞ、あいつは戦闘で破壊せばなんとなる、いけるぞ、維持しろ、銀幕のミラーウォールを維持だ、カイライラド、何、裏側表示モンスター一体を対象にし、そのモンスターを表側守備表示する、なるほど、正解、やばい1250、これはこれを使わんとあかんな、ホーリーライフバリア発動、ホーリーライフバリアの効果によって地雷雲を墓地に送るぜ、よし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 、耐えろ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 、意志だ、よし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 、そして時代雲を召喚、カードを1枚セット、バトル行け、お前どっか行け、コインはもう表しか出ねえんだよ、運を味方に発動、いやどりゃよし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 、いけるぞいけるぞいけるぞ、耐えるで耐える、来い時の魔術師、時は来い、いくぜ、俺はカードを1枚ドロー、きたー、きたー、俺はモンスターを召喚、時の魔術師、時の魔術師の効果を発動、
ギョエギョギョエでも相手のエンドフェイスがリリースされるのか。カードをちょっとまだでも俺は耐えれる、まだ俺は耐えれるぞ。ターン終了だ。強えけど動画作れねえや。逆だったかもしれねえ。さあカード調整と、さあ回覧の効果、さあリリース、リバースしてリリース、これせこいだろ。人のモンスターパクって自分のモンスター使えよ。まだいけるぞ。またお前かよ、またお前かよ、ざけんなよマジ。はい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 、メインフェイズ終了前ね。オッケー、バトルフェイズ、オッケー、オッケー、オッケー、これ少ししかないね。でこれが、これをこれコースしかないね。こいつマジで無理なんだけど、こいつガチで無理。これどうしよう、これどうすればいいんだ。これとりあえず倒すことはできるぞ、こいつだけは。とりあえずタイムレールと東京のマジシの効果と、コインはもちろん持て、タイムルーレット、うわー、カード押し返しセット。俺はモンスターを守備表示にするぜ、ターン終了するぜ。これさ、このモンスターずるくないですか。いやずるいよこのモンスター。あの呼吸もどきどうしようか。ですね、これはですね、どうすればいいんだろうな。一応時代雲持ってきて銀幕するしかないからガンドラやばすぎる、ガチでやばいこと起きた。強すぎ。見れてる？あ、聞こえます？あ、よかったよかったよかった。闇のゲーム入ったのか。うわ、出た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 、この犯罪、犯罪デッキ、あれ犯罪カード来てないですか、犯罪カード来てないですか先生。本物の人妻、あれ犯罪、あのトロさんのサテライトキャノンをミルモムザンに戻したあの最強カード来てないですか。問題ないです、よかった、危ない、セーフ。ミルモムザンにあのトロさんのサテライトキャノンをピザに戻していたら僕最強カードを伏せると思ったんだけど、俺は大丈夫です、オッケー。さあ受け継がれる宝玉、さあ受け継がれる宝玉の効果によって、サンタミコにテーラを1枚から3枚墓地に送って、墓地送った枚数と同じ数の宝玉モンスター、宝玉銃デッキを、あ、宝玉銃をデッキから魔法トラップゾーンに置くで、やばいやばいやばいことしてるわ、あの一つもやばいことしてる、クソやばいから、それリベルのカードやから、高麗妖波紋とかやってることやばいだろ、守護者将来ガーディアンエアとすよ、やばい、なんかこっちも天才っぽい動き。さあ炎王のこと、炎王のことの効果、おなるほど、あ、ガーディアンエアドスが破壊されると、破壊されるとっていうだから、ガーディアンデスサイスを特殊召喚できる。ガーディアンデスサイスは死神のオカマを装備できる、つえつえよっ
霧ヶ峰大川。そう、モンスターの攻撃力がお互いの墓地のモンスターの数が500アップする。墓地でモンスターを送りすぎたようですね。ひとつもさん、なるほど、なるほど、なるほどな。なるほどな、なるほどな。もうこれちょっとこれセットにとっていいかな。これこうしてるわ。大躍チームとエリートチーム一回こうして、で予想外来た。予想外出た。ジャックライズアブラム旅客装置、え、くれるんすか。やった、ジャックライズアブラムくれた、ありがとう。なんだこのデッキ。さあビビったろ、俺のモンスターおとぼけオポッサムだぜ。意味不明だろ。何バトルフェイズだと、どういうデッキやこれ。わからんこれどういうデッキや、どういうデッキやねん。あのカードなんだ。ビーストライカー召喚、ビーストライカー召喚、え、これマジでわかんない。これ殴っていいのかな、殴って、わかんねえこれ、殴っていいのかな、殴っていいのかな。普通に殴れた、ターン終了。これわかんねえ、なんでくれたんだ今。なんかくれたぞ、普通に今2000で殴りに行けよ。なんで六角装置くれたんだよ俺のフィールドにモンスターを。ということやねん。はい、いいだろう。さあ、なんかさ、ボットデッキっぽくないこれ。なんかボットデッキなんだけど今のところ。じゃあビーストライカー効果、そうビーストライカー効果でモジャ捨てて、モジャ特殊召喚ね。ねえ、ビーストライカー召喚、バトルフェイズ行くぜ、いけビーストライカー。